皆さんこんにちは、タッシアンダンサーギャバンです。PS1 の音切りそうですね。前回、前々回ぐらいですからナミがね、ヒロインのナミがもうわがまますぎてね、もうちょっとイライラしちゃいましたけども、ちょっと時間を空けて、やっております。で、相変わらずね、主人公ギャバンはこんな面倒くさい彼女であるナミをね、必死に探しているわけなんですけども、これはこれですごく違和感があるなっていう感じですね。好きだったらそんなもんかな。でも、もうこんなにね、言うこと聞いてくれないし、とにかくナミのためを思ってね、脱出させてあげようとしても、いや、私お姉さんを助けたい、お母さんを助けたいのって、わかるけど、ちょっと日を改めるとかね。とにかくこの暗い夜の間にどうのこうのっていうのはやめてね、また後日とかにすればいいわけじゃないですか。別に今日で全てが終わっちゃうわけでもないんだから。だから本当になんかこう、行かれちゃってるな、ナミはっていう感じですね。ナミ、僕は部屋から部屋を探し回ったが、どこにもナミの気配すらない。わかった。開かずの間だ。僕は開かずの間の前へ立った。ダンダン。開けろ!おい、開けろ!中は静まり返っている。僕はいっぱいまで下がった。こうなれば全身で体当たりだ。開かずの間のドアはあっけなく破れた。すごいなぁ。ドアって体当たりで、そんないけるもんなんですかね。中を一目見た僕は思わず立ちすくんだ。そこは悲しみの部屋だった。床にも壁にも天井にも窓辺にも、部屋いっぱいの音切りそうだ。それがみんなドライフラワー化している。これは音切りそうの墓場なのだ。そればかりではない。たった今まで遊んでいたように古びた男の子のおもちゃが散らばっている。ああ、弟の部屋か。僕らが子供の頃遊んだ懐かしいおもちゃばかりだ。レーシングカーや鉄道模型やミニカーや、いろいろなあの頃のキャラクターグッズ、それからガラガラやおしゃぶりや赤ちゃんの頃の古いおもちゃ。僕は分かった。この部屋の全ての意味がやっと分かった。ここはあの弟、怪魚の遊び場だったのだ。怪魚とか言うなよ。直樹でしょ。僕は弟怪魚があんな姿になった直樹が、それでも子供心を忘れられず、一番楽しくて幸せだった頃の思い出に浸って、この昔の子供部屋へ閉じこもり、鍵をかけていつも一人遊びをしていた姿を思い描いた。え、じゃあ魚になってからもこの部屋にいたってこと？僕の目からはいつしか涙が溢れてる。こいつもお人よしというか、感受性豊かというか、こいつはだって殺しに来たやつだぜ。化け物だぜ。元人間だってのはわかるけど、誰も悪くない。誰も悪くはないのに何かが狂ったのだ。ナミはいない。ナオミの姿もない。僕は二人を助けなければならないだろう。ドアが閉じた。奴は僕を出さない気だ。理解力早いな。よし、僕はドアを壊して、でも破って入ったんだぜ。窓から脱出。壁際のサイドテーブルを振り上げると思いっきり窓へ投げつけた。窓の外はツタの絡まるレンガの壁だ。僕はその壁へへばりつくと、ゆっくりと降り始める。すげえな。わずかなツタに頼るしか手がかりも足がかりもない。手がしびれる。足がうまく引っかからない。下に明かりの漏れる窓が見えた。もう少しだ。もう少し。僕は窓を外からそっと引き開けた。音を立てぬように息を殺して中へ忍び入る。すごいな。聞こえる。怪魚は近くにいる。でも一回分は下がったんでしょ、少なくとも。僕は足音を忍ばせて声のするホールへ向かった。声がしてんのかい。僕は心臓が止まりそうになった。目の前で悪魔の儀式が行われている。硫酸で満たされた水槽の前には祭壇が据えられていた。その上に波が寝かされている。音切り層に囲まれていてよく見えないが、ほとんど裸だ。波は死んだように横たわっている。もちろん主役はあの怪魚だ。その時、頭から白い頭巾をすっぽりかぶった女が現れた。その長い白のマントを素肌にまとっている。ナオミだ。催眠術にかけられているらしい。らしい。君はすぐに見破るね。怪魚はナオミに何か命じた。うわ、怪魚ってそんなこともできんの。ナオミは怪魚に緑色の液体の入った容器を差し出した。いよいよ儀式が始まるらしい。怪魚はナオミに剣を取るように命じた。ん、
容器を差し出してさらに剣を渡した。ナオミは祭壇にあった剣を取り上げ抜いた。ナオミは剣を振り上げた。そして反対の手には緑色の液体の入った容器。この容器はどうなっとった。その下にはナミの体がある。ナオミさんやめろ。待て。僕は考えもなしに飛び出した。飛び出そう。待て。僕は考えもなしに飛び出した。ナオミはその振り上げた剣を僕にめがけて放った。ヤマさんお願い、これで。よし。僕は悟った。剣を拾い上げると怪魚に向けて突進した。ああ、じゃあ一応催眠術にかかったふりをしてたのかな。わお。僕は剣も折れようとばかりに怪魚の腹に突き刺した。お、今回は効いたか。怪魚は悲しげに吠えながら崩れ落ちた。直樹。直樹は泣いていた。弟を刺し殺す決断は我が身を刺すより辛いことだったろう。僕はナミに駆け寄った。まあとはいえ、じゃあ妹を殺していいのかっていうことにもなるからね。ナミ。僕は祭壇に飛びついた。ナミ、目を覚ますんだ。ナミの体を抱き起こした。近くで見るとナミは天女の羽衣のような薄物をまとっているだけだ。やば。ナミは目を開けた。怪魚はあっさりと退治されたのかな。ああ、怒った。ついに怪魚が怒った。この映像だとよくわかんないんだよな。赤くなった目が裂けて青白い炎が燃えた。ナミ、これを切ろう。僕は脱いだシャツを投げつけた。待って、ゲバン、お姉さんが。逃げて、ナミ。私のことはいいから早く。ナオミが叫ぶ。ナミの体がふわりと浮いた。ああ、ゲバン、捕まるんだ、ナミ。どういうこと。続いて僕の体が、それからナオミの体までが空中へ浮いた。おお、なるほどね。もうめちゃめちゃだけど、怪魚はテレキネシスも使えるということかな。3人の体はひとまとめにされながら怪魚の頭上をゆらゆらと浮遊して水槽の真上まで運ばれる。ああ、俺たちを溶かす気だ。僕たちの体についていたガラスの破片が次々と硫酸の中へ落ちて溶ける。ああ、僕らの体は ゆらゆらゆっくりと硬化する。えっ、波の垂れ下がった薄物が硫酸の水面に触れた。ああ、やめて直樹、この二人は助けてあげて。殺すんなら姉さんだけにして、直美が叫んだ。僕たちは空中で手を取り合った。体はもうほとんど硫酸のスレスレのところまで下がっている。ああ、もうダメ。直樹助けて、波が叫んだ。私たちはあなたのお姉さんなのよ。そうよ直樹、私たちは姉さんなのよ。直美も叫んだ。なんか姉さんって言うだけで止まんの。ふと少し小首をかしげた。考えている風だった。その間僕たちの体も空中でピンで止められたように張り付いてしまっている。で、ね、直樹、昔3人でよく遊んだじゃない。直美は必死で叫ぶ。思い出して直樹、かけっこは直樹が一番早かった。絵も直樹が一番上手だった。お姉ちゃん思い出したわ直樹、直美が叫んだ。夏休みには3人で川遊びした。私たちが蛇に襲われた時助けてくれたのは一番ちっちゃなあなただった。ナミ。ナオミが涙の目でナミを見た。思い出してくれたわ。ナオキ。ナミ姉ちゃんが思い出してくれたわ。ほらね、ナオキ。ナミ姉ちゃん、ちっとも忘れてなんかいなかったでしょ。怪魚は一声泣くように吠えた。ね、だからナオキ。ナオミは最後の力を振り絞った。ナオキ。ね、こんなことはやめて、これからは、して三人仲良く暮らしましょう。怪魚の目に一瞬だけ涙が浮いたように見えた。だがダメだった。怪魚は前にも増して凶暴になった。ナオキ。怪魚は両手で見えない何かを掴んで目よりも高く差し上げるポーズをした。すると僕らの体はゆらゆらと天井まで持ち上げられた。怪魚は放り込む仕草をした。僕ら三人は真っ逆さまに、しかし風船が落ちるほどの速度で硫酸の水槽に向かって落下する。ああ、ナミ、ギャバン。僕ら三人は叫び合った。ナミ。僕も今度こそ観念した。その時、お母さんか。お母さん来たんじゃね。ミイラだった。いきなり走り出したミイラの車椅子が全速力で水槽に衝突した。水槽は割れて砕けた。硫酸があふれ出た。もろにその硫酸を食らったミイラは車椅子とともに溶けていく。あっという間だった。ほんの一瞬ミイラはその白髪だけを残したが、それも消え、そして跡形もなく消滅した。僕らは同時に乾いた床へ放り出す。なんか
硫酸だらけなんじゃないの、その床は。まあ乾いてる、その無事な床があったってことか。母の愛だ。ミイラと化した母の愛が最後に僕らを救ったのだ。なんだ、よくわからんムービーが。ホールの中央に床まで溶かしてしまったのか、硫酸が小さな池を作っている。怪魚はその硫酸池の中にいた。怪魚は悲しくのたうち回る。のたうち回るごとに怪魚の体はゾロゾロと溶けていく。酸性の白い煙が上がる。怪魚の叫びが鳴き声に変わった。怪魚は泣いていた。あ、僕にはっきりと聞こえた。今、お姉さんって言った。私もそう聞こえたわ。ナミが答えたとき、ナオミが飛び出した。あ、お姉さんダメ。ナミが青くなって叫んだ。ナオミは硫酸池へジャブジャブと入っていた。あ、ナオミさん。だが何の異変も起こらなかった。不思議なことに硫酸はただの 水に変じている。ナオキ、ナオキ。ナオミは声を上げて泣いた。泣きながら弟の名を呼んで、その池の中から怪魚の死体を引き上げた。あ、死んじゃったんだ。僕とナミは同時に叫んだ。黒焦げの怪魚の塊が割れて、中から美しい少年が現れたのだ。ナオキ、あ、ナオキ。ナオミは少年をかき抱いた。アンデルセンやグリムの世界なら、ここで少年は美しく笑って魔術から解いてもらった礼を言いながら立ち上がるのだろう。だがナオキは立ち上がらなかった。美しい少年は美しい少年の死体のままだった。あれは何？ナミが叫んだ。そうだ、忘れていた。きっとあのボイラーが許容以上にまで内圧を上げてしまったのだろう。ボイラーは空気を読むな。逃げろ、ボイラーが爆発する。キャッ、火が。ボイラーからの発火か、あるいは他の理由によるものか、床から燃え上がった火の手はみるみる部屋中を舐め尽くしていく。ナオミさんも逃げるんだ、お姉さん早く。だが死んだ弟ナオキを抱きしめたナオミは少しも動こうとしない。炎は天井まで燃え広がって僕らを包囲する。やばん、お姉さんを助けて。ナミが泣き叫んだ。ナミ。僕はナミを引き戻した。だがもう行こう、ここにいたら僕らが危ない。いや、お姉さんが死ぬ。バカ、来い。僕はナミの横面を張り倒して引きずり出した。走れ、走るんだ。まあまあ主人公のやってることは正しいよ。全員死ぬことないからね。ボイラーは相変わらず唐突に爆発するな。よし、今なら俺の出番だ。結局今回もナオミも死んじゃったな。でも今回のナオミは幽霊じゃなかったね。門の近くまで来て僕らは屋敷を振り返った。崩れていく。ナミとナオミの、そしてナオキの生まれ育った屋敷が燃え落ちていく。僕とナミは声もなくそれを見守った。ああ、終わりましたね。まあ魚編だったわけですね。まあ怪魚編というかね。今回は1週目と違って弟の直樹という存在が新たに出てきまして、姉の直美は前回1週目では幽霊でしたけれども、まあ、幽霊というかもう完全に館の呪いにね取り込まれてしまってましたけれども、今回はね人間として登場しまして、なんとか弟を元の人間の姿に戻してあげようと頑張ってたみたいなんですが、ただ弟は魚になりたいと、不自由な体だったから魚になりたいんだっていうことで魚になったわけなんでしょ。まあ、だから魚になったことで残念ながら人間の理性みたいなのをなくしちゃったのかもしれないから、それを見かねて人間に戻してあげたかったのかもしれないけど、でも子供部屋ではなんか怪魚になった後も自分の楽しかった頃を思い出しておもちゃで遊んでたということであれば、だったらナオミは別に人間に戻してあげようと頑張らなくてもよかったんじゃねっていう感じもするし、まあとにかくギャバンとナミが屋敷にやってきたのケーキにものすごくナオミがなんか慌ててね、あ、今だったら人間に戻してあげられるわ、あの子の血を使えばっていうことで、なんかすごい奔走、話し合いもせずにとにかく命を狙ったみたいな感じだったんで、まあ相変わらずちょっと荒唐無稽な話でありましたね。やっぱこの
音切り草っていうのはなんかまともな話としてやっぱ捉えちゃいけないのかもしれないですね、うん、なんかもうフィクションというか本当荒唐無稽な話を楽しむというかゲームなのかもしれないですね。はい、ということでね、今回のセーブで、週、エンディングまでたどり着いたのが2回になりますんで、週が2になるのかな。はい。で、まぁ、5回目ってなってるのは、まぁ、セーブの回数なのかな。別にセーブの回数は別に書かなくてもいいんじゃない。セーブの回数が多いとなんかあんのかな。あー。次はどのような結末があなたを迎えるのでしょうかということですけども、とりあえずこのパートはね、ここまでにしたいと思います。まあ、前回よりも僕の方の中でやっぱ気になったのは、ナミのわがままぶりがね、もうとにかくその主人公がナミの身を案じて、なんとかね、危ないところから、ナミのためですよ。ナミのためを持って引き出そうとしてるのにね、なんかお姉さんが、とか弟が、とかね、私の家なのよ、とかっていうことでね、こんだけひどい目にあってもそこまで言えるかねっていうね。僕いくら自分が生まれ育った家だったとしても、そこがなんかお化け屋敷みたいに荒廃してて怖い思いしたら命優先になりますけどね。だからそういう意味でもすごく荒唐無稽なお話だな、だし波腹立つなっていう感じではありましたけれども、結局その前週のそのナオミが何だったのかとかね、本当に完全に呪いに取り込まれちゃったのかとか、ナミはどこまでそのこの家に対して思い入れがあったのかとか、弟のその弟は結局喋らなかったから、弟は結局その面影はあったりとか、周りのキャラが察してこうだったんだろうとか、こうだったんじゃないかっていう推測はしてるけど、結局のところ弟自身の気持ちはどうだったのか、人間に戻りたかったのか、それとも、そのなんだろう、自分がね、体不自由だったのに、五体満足な、姉妹、お姉さんたちにはすごく憎悪を持ってたのか、それでも、ね、館に残って世話をしてくれたナオミのことは好きだったのかとか、ナミのことは、自分のことを忘れて幸せに暮らしやがってって思ってたのか、だからその辺も全然わからないまま終わっちゃったんで、だからこの話はなんかこう、不完全燃焼のままね、なんかこうプレイヤーが置いてくぼりになって終わってしまう話が多いなってところは、まあ非常にちょっと残念ではあります。まあこれ話を進めてね、何回も何回もこの週っていうのを積み重ねていけば、まあ今回魚編でね、前回はまあ双子の呪い編みたいな感じだったのかなと思いますけれども、だからいろんな週を見ればその辺も補完されていくのかなっていう感じではありますが、3週目以降はね、しばらくはとりあえず自分の方で進めていって、まあ考察がより深まればいいなと。考察が深まる前のこの3週目4週目をただひたすらやってても、また高等向けの話をね、皆さんにお見せするわけにもいかないので、まあしばらくは自分で攻略進めていきたいなというふうに考えております。まあ、とにもかくにも音切り草 PS1 の音切り草蘇生編第2週、開業編ですか、弟直樹の存在が明らかになるエンディングがですね、終わりましたので、次回ももしよかったらご覧いただければと思います。タッシュアンダーサーキャバンでした。ありがとうございました。マルルー。